ちょっと前の動画で、任天堂の株ロングホールドしますみたいなことを言って、2億5000万分ぐらい、5000株ぐらい買ったんですよね。で、それが、情けない話なんやけど、僕が想定してたよりもずっと早く値上がりしたんですね。今日6万4000円を一瞬ですけど、超えたりしたんですね。なので、売ります。任天堂株。まあ、だから2億5000万突っ込んで、3億2000万ぐらいの戻りになるんで、7000万円ぐらいの粗利になるんですけど、本当にそのロングホールドって言った意味はどういうことやねんと思うし、もともと3月の末に出る配当金は取りたかったみたいなところもあったんですけど、今回は手放します。でですね、明日多分ユニティに全突破しますっていうご報告です。皆さんもよかったら、次はですね、僕のおすすめユニティになりますので、乗っかっちゃってください。